よし、やっていこう。テートの長い一日、第8話、テートの長い一日、目撃を倒した後でございます。3回目ですね。その3です。どうも、アザラシです。わー。大神さん、それにしても、倒したはいいけど、静かすぎませんか？静かすぎます。倒したはいいけど、この2人で乗り込んで大丈夫だったかな？後部で行った方がいい気がするんだが。私なら大丈夫です。この霊剣あらたかがあれば。名前ちょっとダジャレチックじゃない？その剣。霊剣あらたかじゃない。ちょっとダジャレチックだと思うな、その剣。その剣。その日本刀。霊剣あらたかじゃん。霊剣あらたかて。でも、荒唐無稽とかも、みんな普通におる。陸軍の人たちはどこに行ったの？ほんまにちゃんと全員おるから。全員おるな。おるか？おるな。もうどうなったんだ？皆殺しよ。それが、私たちが来た時には、もう誰もいなくて。どういうことでしょうね。何ですって？何ですって？あれだけ大勢いた兵士が姿を消すなんて、どういうことなんだろう。どういうことなんだろうね。音ちょっと変かな。これ。なんか音変な感じがするんだけど、プチプチ音がしてるような気がするんだけど、こう機械が絡んでいるようですね。ん？ CD の方のあれかな。やはりそうでしたか。 CD というかその申し訳ありません。ゲームのソフトの方の問題かもしれない。何の力にもなれなくて。うん、そもともちょっと、もしかしたらあれかもしれない。この音の変さは自分のとうとう天部が完成したんか。パソコンの再生デバイスのそういうあれかもしれないから、なんとも言えないけど。全部があったら100人的や。これでこう機械も怖いことない。天武天皇。待って、誰かいる。は実在の人物かな。実在？日本に仏教を広めた人だよね。過激団。仏教を推奨した人。見事なお手並みですね。誰ですか。その声は。あ、結局なんで上のやつらがいなくなったのか俺ちゃんと聞いてなかったわ。久しぶりですね。京極。大神一郎少尉。少尉。京極陸軍大臣。大臣自ら。陸軍大臣ってどういう強さなの？大将とか中将とか。そういう区分の中で陸軍大臣ってどういう強さなの？クーデターなどと失礼ですよ。え、クーデターでは我々の行動は維新、大正維新と呼んでもらいましょう。政権側がするのは維新じゃねえんよ。政権側がするのは、体制側がするのはさ、ご挨拶に来た。大臣自らが維新はおかしいだろ。この程度の防衛戦は私には何の役にも立たない。ほう。言っておく。この帝都はすでに私の手中にある。はあ。はあ。ふざけないで。まあ、ふざけないでってか、まあ、事実そうだったらしょうがないしな。真実策は。よく目を見開いてみろ。己の力を正義などという。使うな。お前の父上のように犬死にするぞ。犬死にするぞ。なんですって。一度ならず二度までもお父様を愚弄するなんて許さない。さくら君、
切りかかれ。抜きなさいじゃないよ。侍か。もう襲いかかればいいじゃん。抜く前に、抜く前にズバーっといけばいいんじゃない。人間を切れるのか。切っていこう。抜かないのなら抜かせてやるわ。事実陳列罪で。抜かぬなら。キャキン。京極様に手を触れることは許さぬ。鬼を。お父様をどうのこうの言ってるけど、その鬼をってさ、鬼をってさ、勝てんじゃろうな。この無形の高等無形って持ち主はあれ米田じゃなかったっけ。あれあれ、これは面白い勝負ですね。だが鬼をそろそろ次の行動に移らねばならん。引け引け。ピョン、変な音。それでは帝国歌劇団の職務失礼しますよ。この人たちの目的がよくわからないのだが、大正維新は何が目的なの。せいぜい剣の腕を磨いておくこと。お前の腕では、わしは切れん。まだ人は切れん。まだ人は切れん。ほう。なんかね、気のせいかもしれんけど、さくらくんの胸が大きくなってる気がする。気のせいかもしれんけど、さくら1の頃よりも、さくら大戦1の頃よりも大きくなってる気がするんだが、気のせいかな。気のせいだと思う。もうお家に帰ってんじゃん、この人たち。大正維新軍は徐々に。大正維新軍。しかも鎮圧されとるんだが。当然だ。奴らに何ができる。帝都を混乱させるだけで、維新軍は十分目的を果たした。そう、そう。まだプチプチ言ってる気がする。すでに。そうか。大正維新軍の人たちは何が目的なんすかね。では私は。新宿にかけられた封印を解き放ちに参ります。はあ、新宿にかけられた封印。ででてててててて。目覚めるぞ。なんだっけ。さくら2の最後の敵ってなんだっけ。なんだっけ。もう覚えがない。覚えてないな。最後の敵はこの京極だってことは覚えてるような気がしないでもないのだが、だったっけ。あ、やっぱ覚えてないな、あんまり。久しぶりにゲームできてよかった、さくら2を。京極について聞こうかな、まずは。京極っていう人は陸軍大臣、陸軍大臣、それはつまりそういうことですね。ご機会も教育の要はマッチポンプ的なこともできたんじゃないの。国機会が暴れて陸軍がこう抑えるみたいな、そこまでの連携を取ってないかもしれないな。横浜から上陸した部隊が甲府や前橋の連隊と連絡を取り、帝都包囲中。横浜から上陸した部隊は甲府や前橋。囲まれてるな。首謀者は京極警護ですね。マシン機はどうなったな。残った2つのマシン機はどこに。今やつらの手の内に。あ、そうか、鏡と剣が、まあ、あったところで今のうちに弾を壊そうぜ。今のうちに弾壊しとこうぜ。
粉々に砕いておこう。ヨネ長官、よろしければ麻疹器のことを詳しく、そして覇者の力のこと。持つ者の力を増幅させるということは、この対象の音大において、音大でいいんかな、ごめんな。麻疹器を持ちた者が2人いる。1人は青いサタン、山崎慎之介。もう1人は桜の新宮寺。名前忘れたな、新宮寺。海底に沈む古代都市、青魔城を復活させた、してましたね。新宮寺一馬。魔を封印するために使ったというところか。今から7年前、日本橋に鉱魔が出現した鉱魔戦争において、カズマは、魔神器の力を借りて、覇者の力を使ったのだ。ほう。覇者の力は、術者の心身に想像を絶する負担を与えるという。鉱魔戦争の3ヶ月後、カズマはこの世を去った。ちゃんと死体を確認した方がいい。カズマは生きている。魔神器は人間に人外の力をもたらす。まあまあ、そうね。まあそう。お願い。魔神器を。しかし、魔神器の場所はわかりませんが。ちょっと空気読めない感を出していく。じゃあさ、魔神器がさ、強いエネルギーを放っていてすぐ場所が分かるんだったらさ、こちらも魔神器持ってたらさ、その場所がすぐ分かっちゃうよね。てか、魔神器がどこにあるか分かるんだったら、常に狙われてるよな、魔神器の位置は。それを3つ所有してたっていうところ、時はもう、気が気じゃないよな。行こう。魔神器を取り返しに行こう。魔神器を帝国会議団に出撃せよ。魔神器なんかはそんなにでもない。桜くんの好感度だけが上がっとる。好感度だっけ、信頼度だっけ、なんていうんだっけ。今のムービーももしかしたら切り抜いてから、自ら切り抜いてから動画にするかもしれない。ということで、今回はここまでにしようか。その3は短めだったね。ダーダー喋っただけだった。よくないな。よくない。こんな動画を1本としてあげるのはようないと思いながらも。まあ、でもこれさ、次も含めちゃった、ちゃさ、長くなるかもしれんなと思って。じゃあまあ、ここまでにします。ほなまた、その3でした。8話のその3でした。